クです。今日は何をしたいかと言いますと、みんなの難しい曲を何時間で弾けるのかチャレンジ。イエーイ。はい。皆さん知ってます通り、僕偉業を達成したじゃないですか。ラーカンパネラの練習時間、必要な時間を判明することに成功いたしました。ところで、今回また調査したいなと思ってるんですけども、その曲のお題はおショパン様からいただきたいなと思っております。そのおショパン様のお名前は、テルルルエチュード木枯らしです。みんな知ってますよね、これ。今日の曲のお題は木枯らしです。ってやつです。でね、この曲僕まだ一回も挑戦したことないですよ。そうなんですよ。え、アジアチャンピオンとかピアニストとか自分で釣ってるくせに弾いたことない。そうそうそう。うるせえよ。当たり前なんだよ。俺はね、あの愛媛大学だったんですけど、遊び散らかしてたのでピアノなんてもう好きな時に好きなようにしか弾いてなかったので、あんまりやってないです。だから今僕は修行中っていう形で、結構ピアノでいろんな曲に挑戦して、ちょっとまだ今演奏会が開けてない段階なんですけど、今頑張ってレパートリーを増やす最中なので、皆さんお付き合いくださいね。ありがとう、おちょ。でね、まあ木枯らし、僕たくさん何回もいろんな人の聴かされ続けました。コンクールに行ったら大体みんなこの曲選曲してます。ってことで、まあ聴いたことがあるので、譜読みを早速していきたいなと思います。レディース、ゴー。この指使いは。なんだこの指使いは。無理だろ。あれ。ものすげえやべえ、こんなもん覚えろ。何の指使い使ったんやか分からんな。はいはいはい、続き。だいたい 3,4 時間が経ちました。今日はこんな感じで終わりたいんですけども、譜読みは一応完了っぽいですね。まあ弾けるところができました。最後こう弾ける。ほらほらなんか弾けた気になった。嬉しいよ。
まあ、軽くしか弾けない。もう最初のページだけめっちゃ練習したって感じ。でね、冬美終わったんだけどね、あのね、想像以上に音が多いんだ。うん。右手がうざい動き方をするから、これ多分鉄鋼ずると思う。何時間かかるか本当にわからない。今日は1日目3、4時間、3時間ぐらいやりましたね。終了。はい。ちょっとあれから数日経ったんですけど、ユンディリーとかのめちゃくちゃ聞きまくったんで、かなりイメージはできました。楽譜の構成は頭に入りました。じゃあ弾けると思います。じゃあ途中から行こうか。6時間ぐらい練習してるんですかね。じゃあちょっと小枯らし軽く弾けるようになったので、後日と違う日時の様子をアップしたいなと思います。それでは6時間経過しました。10時間目の僕いらっしゃい。はーい、はい、10時間目のフォルテですよ。いやね、ちょっとね、帽子がちょっと赤くなっちゃってポケモンの気分です。10時間目まで経つとかなりコツを掴んできたので、ある程度弾けるようになってきました。それではお聴きいただこう。になるとかなりある程度指がハマってきたんじゃないかなと思います。その練習法についてはね、また後日動画だったりブログだったりでアップしていこうかなと思ってるので、チェックよろしくお願いいたします。それではここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたしますよ。グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。